今回もホリエモンが通っている歯医者である石川歯科の石川徹さんがゲストです。歯周病を予防するための方法、マインドについて語っています。この動画を見ると歯磨きに対しての意識が変わるでしょう。あれでもなんかテレビ CM とか見てると、はい、ブラッシングだけで歯周病予防できますよ。だからそれがね、だから実際はそうはなかなかいかないわけじゃないですか。なのになんでああいう CM 出すんですか。作ってる方もあんまり分かってないってことですよね。それは何、そういう歯ブラシとかを作ってるメーカーさんも分かってない。あんまり分かってないですね。そうなの。だから磨き方自体があんまり正しく分かってないと僕は思ってるので、そういうこと言いますよね。立ってこうじゃないですか、大体、ね、だから、先ほど言ったように丸いですよね。だからまあこういう四角いのが並んでるわけじゃないですよね、丸ですよね、そう、丸なんですよ。だからどっちかというとイメージで言えばこういう感じですよ ね。だからこういう丸いものがあって、だから丸いものをきれいにするってやっぱ難しいわけですよ、実際はこういうふうにリンゴ並んでる、歯が並んでるわけだから、こっち側からもこっち側からも一個一個に対して全ての面で300、まあ簡単に言えば360度ブラシの向きを、だから肝はブラシの面なんですよ、向き、方向、動かし方じゃないんですよ。で、動かし方は二の次で、その向きができてないと触れもしないわけだから、触れもしなかったら毛先が硬いとか柔らかいとか関係ないじゃないですか。で、まあやっぱり残るじゃないですか。で結論は何なんですか。結論すげえ分かるんですけど。だから結論的にはね、やっぱり大事なのは3つあって、1つはね、鏡を見て磨いてほしいんですよ。鏡を見て、じゃあまず鏡を見ましょう。そう、鏡を見てやると。そう。で、次は。あとは自分で観察する。だから例えばこれをきれいにしてねって言われたら、小学生でもきれいにできるじゃないですか。できる、分かりました、ね、だから鏡を見ながらきれいにしましょうねって話です。そうポイント、歯が球体になっているということを意識して鏡を見ながら歯の前面に歯ブラシが当たっているかを確認する。決して道具の差ではないですよってことですね。他に注意ポイントあります。で、あともう一個はこれは単純に歯間ブラシを使ってます、歯間ブラシを使わない限り、絶対歯の間は磨けないので、人によって大きさも変わるんで、例えば歯石が取れてきて、歯茎が引き締まってくると、だんだん隙間ができてくると、できてくるというか、腫れが引くんで隙間ができるんですよ。隙間はあるんだけど、歯石と腫れがあるんで隙間じゃないように思えている。要はだから歯と歯の間っていうか、その歯間ブラシが入らないと歯が、歯茎が腫れてるんですよ、そう、もう腫れちゃってるんで。俺もだから最初言われてやった頃ってすげえ腫れてたもん、ね、俺毎日やってたのに刑務所に入ったからできなくなっちゃって俺なんか何回か申請したんですけどダメだって言われて、歯間ブラシダメだ、歯間ブラシもデンタルフロスもダメで、歯磨きだけ、歯ブラシだけ。なかなかね、きついですよね。なかなかきついですね。で、1日何回磨くっていうのも、残ってんだったら何回磨いたって0回ですから、あと、あれですよね、デンタルフロスとかどうですか。デンタルフロス使った方がいいです。糸ですね。そう。フロスっていうのは、歯のくっついた方を磨くので、フロスを使った方が虫歯になりにくいので、特にちっちゃい子とかは使った方がいいですね。だから虫歯の予防にはフロスなんです。どっちかっていうと虫歯予防なんですか。はい、虫歯予防にはフロスがいいんですね。歯周病予防には若干向かない。だから例えば糸でダイニングテーブルとかいうフローリングとか掃除してくださいって言ったって、そうそう綺麗になると思わないですよ、糸だもん、だから糸だとそんなに取れないんですよ。歯間ブラシの方が明らかに向いてる。ついてるところがよく虫歯になりますよね。そうです。だから虫歯の予防には糸なんです、だけど、だから両方やってくれるのが一番いいんですけど、虫歯で歯が抜けるってことはそうそうないので、よっぽどひどくなんないとね。
うん、っていうか虫歯だけは痛くなるので、うん、ああもう痛くなる前に、うん、で痛くなって途中我慢できなくて治すじゃないですか、うん、だから何回もチャンスがあるっていう虫歯の場合は。なるほど。で痛くてほっといてほっといてほっといて腫れてもほっといてもうすんごいほっといてすんごい痛みに耐えかね耐えて耐えて耐えてじゃないと抜くまでいかないわけです。僕一回それやりましたからということですね、うん、そうですね。だから、まず歯周病予防にはまずブラッシング、うん、で歯間ブラシ、まあ、デンタルブラシ等々やって3ヶ月に1回歯医者さんに行ってクリーニングをする。そうですね。だからとにかくもう絶対取れないので自分ではあの、うん、ぶっちゃけで言えばもう我々歯医者が普通に磨いてて例えば普通に磨いてて 100% 取れる方は多分100人いて1人もいないと思うんですよ。だから真剣にやったらもちろん100人いたら、うんうんうん、だから本当に難しいものなんで、で、例えば、まあ、もうちょっと歯石を取ったり、まあ、我々もクリーニングするじゃないですか、うん、で我々専門家がいろんな機械を使うわけです、うん、あのまあ、いろいろなもう機械を使ってバーッときれいにするじゃないですか患者さんをね、まあ、実際、まあ、2、30分簡単にかかるわけですよ、うん、我々が、うん、プロが、うん、それでやっとなんとかきれいできるのに、あ、なるほどね、普通に歯ブラシでちょこちょこやって5分10分できれいになんかできるわけがないというふうに、うん、ご視聴ありがとうございました。日頃からかなり丁寧にケアしないと歯周病は予防できないことが分かりますよね。次回は歯の雑学についての動画を出そうと思いますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。また歯間ブラシを試してみようと思った方は高評価をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。